どうも、北島アンカーティスの早坂です。皆さんお久しぶりです。まあちょっと前回の YouTube の動画で多分サバイコーチはバランスボールの上に乗ったシーンが前あったんですけど、あそこまで前に飛び跳ねないんですよね。だから多分サバイコーチはあれ言っちゃうと、演技です。実際跳ねないんで、まあサバイコーチは脚本にうるさいんで、その辺の演出なんかこだわってると思うんですけど。はい、ということで、本日はですね、背泳ぎの水中動画になります。で、前回、福本コーチが、その背泳ぎのキック動作につながる、陸上トレーニングを行ってくれたので、今日はですね、それを水中につなげてやっていきたいと思います。では、皆さん見ていただいて、実際につなげ自分の泳ぎにつなげてみてください。お願いします。はい、それでは水中ドリルの紹介していきたいと思います。まずビート板を持ちまして、ビート板キックやってもらいましょう。お願いします。板を膝の上あたりに置いて、しっかりと股関節から動きを意識するキックです。そうです、そうです。しっかりとダウンキックとアップキック忘れないように。あー、オッケー、上手です。これですね、骨盤が前傾してしまうと腰が落ちてきてしまいます。で、膝が大きく曲がるのも良くないです。しっかりと股関節から正しいキックを打っていきましょう。そうです、しっかりとダウンキック、アップキック、陸上トレーニングで行ったことを意識しながらやっていきます。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね、股関節からしっかりと打つように。では次、気をつけキックなんですけれども、ビート板を腰あたりに入れて、そうですね、浮かんでキックしてみましょう。先ほどと注意したときと一緒です。しっかりと骨盤を安定させながら正しいキックを打っています。ただ膝を大きく曲げたキックになると不安定になり、腰が反ってしまったり落ちてしまうとビート板が折れやすくなってしまいます。はい、OK、そうですね、しっかりと骨盤安定して股関節から蹴っていきましょう。そう、いいです、いいです。このようにしっかりと股関節から指先までしっかりとしなやかに動かしていけるといいと思います。はい、ありがとうございます。続いてはストリームラインキック、ビート板なしでしっかりと細い姿勢を作っていきましょう。ではいきます。しっかりと股関節からの動きしっかりと意識しながら、姿勢もですね、腰が反らないように手はまっすぐ今のようにしっかりと打っていきます。少しお腹の力だったり抜けてくると腰が落ちてきてしまいます。しっかりとお腹の力を入れて正しい姿勢でストリームラインキックを打っていきましょう。はい、ありがとうございます。さあ最後です。少しきついんですけれども、手を上げていくキック、ハンドアップキックになっていきます。それではお願いします。はい、しっかりと先ほどと同様、骨盤安定させながら股関節から動かしていきます。水面からこのように手を上げていくのにより少し体が沈みやすくなります。しっかりと股関節から力強いキックをすることで姿勢が安定していきます。はい、 OK です。絶対沈むでしょ。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでした。そうですね、今日のポイント
股関節からの動かすためのドリル、水中ドリルだったんですけども、はいはい、何か皆さんに伝えたいことだったりありますか？やっぱ実際僕も指導した時とか言ってたんですけども、やっぱ膝に意識がどうしても向きやすいんで、そのポイントを股関節、ちょっとやっぱ膝よりも上の部分ですね、そこに意識を向けて、そこから股関節から引いてあげる、引いて上げてあげるっていうイメージを持つとすごいやりやすいですね。例えばそこの向けで結構やっぱ腹圧とかにもやっぱ力が入ってくれるんで、そういうキックの強化につながるのかなとはやっぱ思います。見てていい例悪い例で、ね、はい、腰が落ちてきちゃうとどうしても膝が曲がってる、つまり膝が曲がってる時点で腰が落ちてるってことなんですか？そうですね、多分、うん、やっぱ実際僕今泳いでみて思ったのは、やっぱ膝がやっぱ上がっちゃうと自然と腰が落ちちゃう、うん、だからやっぱ他の人とかにも膝下で打ってる人は腰の位置低いんで、うん、さっき言ったように股関節からの動きがすごい大切だかなとは思いますね。けど下げてから元の位置に戻すっていう意識をした方がいい。そうですね、僕はその意識で、うん、はい、やってなんかこうしっくりきたんで、うん、はい、ぜひ皆さんから言うといいかもしれないですね。はい、ハンドアップ、あれきつそうだったんですけどね。っていうかハンドアップって多分、ね、全員沈むと思うんですよ。うん、絶対沈むんですよ。胸からつま先も絶対下がるんですけど、うん、多分その中でいかにお尻使ってダウンキックを意識するか、うん、あ、絶対下がるんですよ、絶対に。だからそれが上がるキックが、こう膝がこう上に上がるキックさえしなければ、うん、いやでもやっぱお尻だったりのものはしっかりと鍛えられるんで、絶対落ちてもいいと思うんですよ、うん、そういうのは姿勢がこう下がって、うん、私も僕無理だじゃなく、しっかりと意識、お尻だったり股関節がしっかりとできているかどうかっていうのが大事で、そうですね、しけどそれが強化につながるっていうことなんですね、うん、そうですね、おっしゃる通りです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、次の動画ではバタフライの陸上トレーニング紹介になります。はい、ぜひ、見ていただければなと思います。そうですね、皆さんチャンネルの登録と高評価、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お願いします。